こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はウィンブルドン、錦織 VS ガルビスについてです。以下引用。テニス、ウィンブルドン選手権、9日、ロンドン郊外オールイングランドクラブ、男子シングルス4回戦、世界28位の錦織圭、28、日清食品、がウィンブルドン初のベスト8進出を決めた。4回戦で、同138位で予選勝者のエルネスト・ガルビス、ラトビア、2-4、6、7、6、7、6、6、1と逆転勝利した。いつも通りの激闘だった。第1セットを4、6で奪われると、第2セット開始前には古傷の右肘を気にする仕草を見せ、トレーナーからの治療を求めた。厳しい状況だったが、粘りが心臓の錦織は諦めない。3、5と追い込まれながらも、タイブレークに持ち込み、7、6とセットを奪い返した。第3セットも6、6でタイブレークに突入。タイブレーク4、2の場面で、錦織のサービスで、ガルビスが足を取られ、転倒し左膝を負傷。ガルビスはメディカルチェックを受けたが試合は続行。5、2から再開。左膝にテーピングを巻き、痛みをこらえるガルビスに粘られ5、5と追いつかれる。一進一退の激闘は続き9、10と追い詰められたが、22本のラリーの末に10、10と追いつくと、パッシングショットで11、10と逆転。セットポイントを握ると相手のショットがネットにかかり、12、10、7、6でセットを奪い、2、1とした。第4セットは1、0とリードすると、第2ゲームはこの日初のブレーク。足の痛みを抱える相手は心身ともに限界に達したようで、5、0と一気に突き放す。6、1で3時間の死闘に終止符を打った。錦織は初のウィンブルドン8強で、日本男子としては95年松岡修造以来23年ぶりとなった。ご視聴ありがとうございます。毎日最新ニュースをお届けしますので、チャンネル登録お願いします。